やってるな。ああ、春日さん、この前はどうもありがとうございました。カトリーヌちゃんのショー大盛り上がりでしたよ。そうか、そいつはよかったな。今日は何をやるんだ。クマじゃないんだろ。ええ、今日はこの子、トラのシャルロットちゃんです。ほう、なかなか立派なトラだな。でしょ、毛並みもいいんですよ。春日さんも今日は触れ合っていってください。手を出すとお手をしてくれますよ。ほんと可愛いんです。もちろん特別な訓練を受けておりますので、人に危害を加えることなんてありません。この子が小さかった頃からこの私が直々にトレーニングをしてきましたからね。それがなんか不安なんだよな。ん？おお、どうしたの？お腹が空いてるのかな。そうかそうか、ちょうどご飯を持っててから少し分けてあげるよ。はい、お食べ。へえ、手慣れたもんだな。でしょ、私くらいにもなると初対面の動物とだって分かり合えるんですよ。ある意味外国語よりも動物語の方が簡単に思えちゃいますね。ん？もっと食べたいの？あー、でももうダメだよ。栄養の取り次ぎは逆に良くないからね。また今度おいで。こんな感じで飼育している動物だけじゃなくて、野良猫とか鳥とかよく寄ってくるんですよ。自分じゃ特に意識していないんですけど、私には親しみやすい何かがあるのかもしれませんね。ちなみに虎のシャルロットちゃんもあんたのところによく寄ってくるのか。ええ、シャルロットちゃんは遊びたい盛りなので、いつも私のところへ来ますよ。檻を越えてもか。いやいや、さすがに外には出しません。好奇心が旺盛なので、外に出したら興奮させちゃいますから、あくまで檻の中だけですね。もうだから今日はもうご飯はあげられないの。また今度って言ってるでしょ。やー、シャルロットちゃんが檻の外に。シャルロットちゃん、頼むから中に戻って。おい、相変わらず全然分かり合えてねえじゃねえか。あいつめちゃくちゃ機嫌悪そうだぞ。カスカさん、お願いします。なんとかシャルロットちゃんを檻に戻してください。なんでまた俺なんだよ。虎なんて無理に決まってんだろう。それにあんた動物語簡単とか言ってたよな。ならそれでさっさと説得しろよ。んなことできるわけないでしょ。そもそも同じ人間たちだって言語の壁で悩んでるのに、種族を超えて意思疎通できたらそれはもう神ですよ。こいつ自分でも何を言ってるか分かってないんだろうが。やはりこうなったら力でねじ伏せるしかありません。お礼はしますから、お願いします。シャルロットちゃんは足も速いので、このまま逃げ出してしまったらもっと危険です。そうは言っても。結局俺がやるしかねえのか。さて、
めんなよ。よし、行くぞ。私が相手で。やんのか。とっておきだ。逃げるなら今のうちだ。やめんな。ほら来いよ。やってみろ。見てろよ。とっておき。してみろ。どうするかね。痛いのに合わせますよ。なめんなよ。逃げるなら今のうちだ。行くぜ。ほら来いよ。私が相手。私の番です。やめんな。してみろ。やってみろ。ほら来いよ。苦しむがいい。俺の番だな。やんのか。見せてやるよ。はあ、やめんな。見てろよ。やめんなよ。やってみろ。ほら来いよ。逃げるなら今のうちだぞ。やってやる。さて、じゃあプレゼントだ。してみろ。よし、行くぞ。痛い目に合わせますよ。とっておきだ。やってみろ。やけくそだ。大丈夫だったか。いいじゃない。さっさと俺に戻りな、シャルロットちゃん。すごい、シャルロットちゃんがおとなしく俺に戻った。シャルロットちゃん結構人見知りなので、私以外の人にはあんまり懐かないんですよ。素晴らしいです、春日さん。いや、あんたに懐いてるようには全く見えなかったが。でもこれで大事にならずに済みました。これはお礼です。受け取ってください。たく、逃げ出すのはこれっきりにしてくれよ。大丈夫ですよ。これからはもっと厳重に管理するようにしますから。それならいいんだが。それより春日さん、もう少しでシャルロットちゃんのショーが始まりますけど、見ていきませんか。お席用意しますよ。いや、今日はちょっと疲れたし、虎は十分堪能したから遠慮しておくぜ。そうですか。それではまた今度日を改めてぜひお越しください。今度はまた新しい動物が活躍する予定なので。一応聞くが、そいつは逃げたりしねえだろうな。ああ、それはご安心ください。あの子はうちの動物の中で一番賢い子なので、そんなことは絶対ありません。そうか。じゃあ俺は行くぜ。今度から気をつけろよ。はい。ありがとうございました、春日さん。やれやれ、まさかクマに続いてトラとやり合うことになるとは。今度は違う動物でショーをすると言ってたな。気が向いたら顔を出してみるか。